山田菊次郎さんっていう人が。これが筑波山名物天の油だ。へい、やめねえか。山で猿やイノシシでも相手にしろ。それでも男か。みっともねえ。変な格好しよって。ここ浅草に娯楽施設を作る。ここらでパッと行きますか。じゃあ行こうか。はい。もう一度、シネマトグラフというものをご存知でしょうか。浅草ロックの目玉になりますよ。自分で自分の道を見つけるんだ。マグハラは人の心を溶かす。浅草ロックをお忘れなく。